昭和町駅は愛知県名古屋市港区昭和町にある名古屋臨海鉄道昭和町線の貨物駅である昭和町線の終着駅定期列車はない東和合成名古屋工場の南側に沿って走る昭和町線のほぼ全線が当駅の構内となっている工場は愛知県道55号名古屋半田線によって東西に分断されており当駅も同様に分断されている 駅構内からは、東亜合成が保有する、専用線が分岐している。東駅の出発線、到着線は、駅構内西側にあり、貨物列車はすべてここを発着する。出発線、到着線の周囲には、貨車留置線が数本付設されているほか、東亜物流の倉庫へ向かう二役線が分岐している。東和物流の二役線は使用されていないが、1990年代頃まで、 コンテナ車が入線していた。中速線の終端には、火星ソーダの2役設備が置かれている。現在は、2役設備付近で線路が途切れているが、かつてはその先に、海岸側線が伸び、宇部港山名古屋セメントセンターや、石川島張間重工業名古屋工場まで、専用線が伸びていた。駅構内東側には、液化塩素の2役設備と、火星りの2役設備が設けられ、 二役線や留置線が付設されている。なお、液化塩素の二役設備に隣接して、タンクローリー用の液化塩素の二役設備が設置されている。駅構内の入れ替え作業は、駅まで貨車を牽引した、本線用のディーゼル機関車によって行われていた。貨物列車は1日2本発着するため入れ替え作業も、1日2回行われていたが、2009年3月のダイヤ改正で、 定期列車は廃止された。無人駅で駅舎は存在せず、入れ替え作業は機関車に同乗する係員が行う。当駅は専用線発着のコンテナ貨物、専用線発着の車扱い貨物の取扱い駅である。取扱い品目は2役設備がある。火星ソーダ、火星狩りの2品目で、いずれも東亜合成名古屋工場で生産される薬品である。火星ソーダは、 タンク車で火星狩りはコンテナ車に積載されたタンクコンテナで発送される。火星ソーダの発送先は東港駅である。火星狩りは川崎貨物駅まで鉄道輸送され、同駅以降はトレーラーに積載され、東京液体化星品センター、川崎営業所へ輸送される。2008年12月現在、塩浜駅への液体塩素の発送は行われていない。 かつて存在した宇部高山専用船はセメントを、石川島張間重工業専用船は、鉄鋼品や鉄材を輸送していた。ありがとうございます。